なるほどね。ニーズヘッグのやつは倒れ、あんたらは教皇庁の坊主どもが何百年も必死に隠してきた秘密を知ったと。どういうこった？俺にはさっぱりわからねえよ。バカだね。貴族どもが貴族だって顔してられるのは建国十二騎士の子孫だって伝承があるからさ。でも実は貴族だけじゃなく平民も十二騎士の血を引いてるって秘密をこの馬鹿正直な英雄様が掴んじまった。そして神殿騎士団総長のアイメリクがこれを教皇様に突きつけようとしている。そんなことを教皇が認めるわけねえじゃねえか。アイメリクの狙いはそこだろうさ。奴が異端認定されればそれこそ秘密が真実だと公言しているようなものだからね。これを知って我々はアイメリク教を見殺しにはできない。彼こそこれからのイシュガルドに必要な人物だ。あんたらも本当にお人よしだね。異邦人のくせして命を懸けよってんだから。で、私たちに何をしろっていうのさ。アイメリク教がこのまま戻らぬようなら我々は教皇庁へ突入する。あなたたちにはその護衛を頼みたい。臭いぞ。ドブネズミの匂いがプンプンしやがる。おや、教皇陛下に歯向かう汚いドブネズミの親玉を探しに来たらポルタン家の客人様までいるじゃない。なるほど、謀反の密談をしてたってわけね。だからあれほどドブみたいな貧民街なんて早く焼き払うべきだって言ったのよ。どっちがドブネズミだい？貴族って割には随分と汚い面じゃないか。もうこれだからバカは嫌いなのよね。頭が悪すぎてすぐ切れちゃうんだから。ほらほら、そんなにやりたいなら相手してあげるから表に出なさいな。死にたくなるほどしてあげるからさ。
さすがに英雄の名は伊達じゃないってわけかい。やはりあの力を。そこで何をしている？くそ、取り逃がしちまったか。いや、逃げてくれて助かった。この場で戦いを続けていたら無関係の者にも被害が出ていただろう。やはりここにも蒼天騎士団が来ていたか。では神殿騎士団の本部にも。蒼天騎士のグリノーが来た。異端疑惑により神殿騎士団総長を拘束したと宣言しにな。なるほど。先ほどの蒼天騎士が神殿騎士たちを率いていた理由はそれか。アイメリク様に対して忠誠心の厚い者は未だに私の指揮下で陽動のため動いてくれている。だが元よりアイメリク様の出世を快く思っていなかった半数ほどの騎士が蒼天騎士団に従い教皇庁に向かった。守りを固めに入ったところを見るとあんたたちの殴り込みは宣告承知ってところだろうね。お前が抵抗組織のリーダーか。そうだ、私の名はヒルだ。さっきからそこの坊ちゃんに熱烈に口説かれてたところさ。これがまた情熱的だね。ちょっと心が揺れていたところさ。にしてもあんたら本気みたいじゃないか。ちょうどこのクソったれな国にも飽き飽きしてたところだからね。国が変わる境目ってんなら私たちも参加させてもらうよ。
ー